こんにちは。新州読書会の宮沢です。今日は、ニーチェの言葉をご紹介したいと思います。サポート登録を募集してますんで、よろしければご登録ください。限定コンテンツがたくさんご覧になれます。メルマガ登録も募集してます。募集しております。限定コンテンツ配信したり、サポート登録にアップしない限定と音声を配信したりですね。あと、ご登録していただけますと、読書会にご参加できます。毎週金曜日にやってる読書会です。では、ご紹介していきます。ニーチェの人間的あまりに人間的2、千曲学芸文庫、中島義夫さんの訳で370ページですね。様式の腐敗の主因。ある物事に対して人が実際に持っている以上の感情を示そうとすることが言語における、またあらゆる芸術における様式を腐敗させる。ところで全ての優れた芸術はむしろこれと逆の傾向を持つ。それは道徳的に優れた人間と同様、感情をその途中で押しとどめて完全に終わりまで行き着かせないことを好む。感情を半ばまでしか示さないこの慎みは、例えばソフォクレスの場合に極めて美しく見受けられる。感情が自分を実際より冷静に見せるとき、感情の表現は輝かしく変容するように思われるのだ。ということです。これはどういうことか。様式の腐敗の主因。まあ、例えばお笑いとかですね。簡潔にテンポよくフレーズを適切な場で言えば受けるんですけども、全然受けてないのにいっぱい喋るとどんどんお客さんが引いていくと、そういうことに似てるなと私は思いました。ある物事に対して人が実際持ってる以上の感情を示そうとすることが言語におけるまたあらゆる芸術における様式を腐敗させると。喋れば喋るほど中身が薄い、テンポも間も悪いのに何か状況を説明して笑いを客から引き出そうとすればするほどネタが薄いのに尺が長いみたいなね感じですね。そういうことやると様式が腐敗するってことですよね。ということですよ。3分で十分な漫才を30分に広げたら、これはネタとして薄いのに引き伸ばしてることになりますよね。私も雑談よくやるんですけども、ある程度ネタを用意しとかないと自分でまず引き伸ばしてるっていうか、喋ってることを引き伸ばしてると、まあ用意してきたネタがあったとして、まあコメント欄にね、コメントあるうちは、それはお客さんっていうか、まあ、リスナーから感情を何かリアクション引き出してるとは思うんですけども、もう、なんかコメントが止まっちゃってるのに同じ話ずっとしてると、まあこれはどんどんリスナーが減ってくっていうのは体感的に思いますね。みんながわーってコメントくれてる時にわーって返してると、どんどんリスナーの数増えていくんですけども、もうチルアウトしてきたっていうかね、ちょっと、ネタがもう、すべて消化された後に、喋ってると、まあ、大敗してくるってことで、腐敗してくるっていうか、まあ、様式の腐敗っていうのはただ、引き伸ばしですよね。ぐだぐだになってくるって、ぐだぐだになるってよく言いますけど、ぐだぐだになってくるわけですよ。で、すべての優れた芸術はむしろこれと逆の方向を持つ。まあ、引き算する方が難しいわけですよね。まあ、俳句なんかそうですよね。俳句って、一定の、ファンがいるわけじゃないですか。プレバトの夏井先生じゃないですけど、俳句やる人多いですよね。短歌より多いと思うんですよ。俳句の方が削っていく文芸なんで、実際持ってる以上のものを17文字で書くと、冗長だっていうのは17文字でも冗長なわけですね。実際に持ってる以上の感情を示すと、俳句の様式だって腐敗するわけですよ。で、
優れた芸術っていうのは、まあ、腹八分目ってことです。これは続きに書いてあることですね。それは道徳的に優れた人間と同様、感情をその途中で押しとどめて、完全に終わりまで行き着かせないことを好む。感情半ばまでしか示さないこの慎みは、例えばソフォクレスの場合に極めて美しく見受けられる。まあ、ソフォクレスってオイディプスっていう、まあ、ギリシアの悲劇作家なんですけども、まあ、その人がどのように簡潔なのか私はギリシア語読めないから、まあ、あまり言いすぎないとくどくど説明しないわけですね。主人公の行動は簡潔にその悲劇的な悲しみを、表現してるってことですよ。だからその、いきなりラーメン屋に行って全部のせを食べないってことですよ。普通の醤油ラーメンだけ食って帰ってくると。ご飯も頼まないと。それ餃子も頼まないと。麺とスープを味わって帰ってくるってことですね。で、道徳的に優れた人っても、まあ、やりすぎちゃいけないわけですよ。押し付けがましい道徳を見せるとみんな、なんだこいつ、格好つけてんじゃねえ、いいこぶってんじゃねえとかって思われますよね。私、雑談で荒木貞夫さん、荒木貞夫男爵って言うんですよ。戦前の行動派の右翼っていうかね、軍部の親玉なんですけど、行動派っていうね、226事件とか515事件の青年将校たちの、まあ、大将みたいな人ですね。その人にフィンガーボール事件っていうのがあって、ね、ウィキペディアで知ったんですけども、フィンガーボールってあるんじゃないですか、フランス料理なんですかね。手洗うやつですね。まあ私も実際フィンガーボールがある、コース料理なんか食べたことないんですけども、よくほら、昔のお笑いのネタでフィンガーボール飲み出すっていうのが あるわけですね。スープだと思って間違えて飲むと。まあなんかほら、手でなんか裂いたりして食べた後にね、洗って手拭くやつなんですけども、拭くためにその水が入ったボールが置いたんですけども、なんかその荒木貞夫さんがなんか、まあ、地方の人をね、招待してなんか、夕食、晩餐会かなんか開いてたら、まあ、お客さんがそのフィンガーボール飲み出したわけですよ。で、しょうがないから自分も飲み出したっていうことが、その人に恥をかかせないよね。その場で自分もフィンガーボールを飲んだっていう逸話がありまして、これは本当にあったかどうかわかんないんですけども、まあ、イギリスでそういう話があるんですね。ビクトリア女王が、その、植民地の、まあ、首長みたいなのが来た時ですよ。植民地っていうか、まあ、友好国のね、アラブの王様みたいなのが来た時に、やっぱりフィンガーボール、相手が飲み出しちゃったから、恥をかかせないように自分も飲んだっていう逸話が、まあ、どっかであるらしいんですね、元ネタがね。で、世界中で、知らない人がフィンガーボール飲んだ時は率先して、フィンガーボール飲むっていう、まあネタがあるみたいなんですよ。恥をかかせないよね。で、それで、ほら、説明しないってことですよ。実はそれ手洗うもんなんですよって説明したと、やっぱ相手の感情を傷つけるし恥かかせるんで、その場で飲んで、まあみんなにも飲ませるってことですよね。それでも説明しないわけですよ。それ美談じゃないですか。感情をその途中で押しとどめて、完全に終わりまで行き着かせないってことですね。完全に終わりまで説明して、それはなんかね、エビの殻とか剥いた時にそれ、洗うもんですよとか、手が汚れますよね。それで洗ってくださいなんてね、言わないで、相手が飲んだら、慌てて自分も飲むと。周りの人もそれを見て慌てて飲み出すみたいなね、部下もね。それでもう説明しないってことですよ。ね、なんならおかわりしちゃうっていうかね、フィンガーボールね。みんなでね。何なんだって。フィンガーボールで乾杯したりしてね。そのぐらいやって、完全に終わりまで行き着かせないってことですね。で、感情が自分よりも冷静に見せるとき、感情が自分を実際よりも冷静に見せるとき、感情表現は輝かしく変容するように思われるのだ。まあ、動揺してるときにね、その、感情を表さないと手足がブルブル震えてたりね、するって形で、顔は冷静だけども、ブルブル震えてるとか、普通、なんか、一生懸命、泣かないようにしてるけど、ひすすじ涙が垂れてくるとか、そういう、冷静に見せるけど、内心動揺してんだっていう、完全に終わりまでいかない腹八分目の演技をすると、
やっぱり受け取ってる側は、その、心の葛藤が伝わるんじゃないですかね、そっちの方がね。激しい体当たり演技みたいなのを見せられても、それ結構、それを10分ぐらいの尺で見せられたら、さすがにこれくどいだろうってなんじゃないですか。だけど、ポロポロ涙が流れてくるシーンだったら、なんかしらもうちょっとね、まあ、見てられるっていうか難しい、途中が多分難しいんだと思いますよ。センスがいるし、あの演技とかね、なんか芥川龍之介の小説にありましたよね。なんかね、ハンカチでしたっけ、なんか息子が死んだって聞いたお母さんがね、ハンカチテーブルの下で揉みしだいてたみたいなね、悲しみを見せないでね、ハンカチが悲しみを語ってたみたいなちょっと昔読んだから覚えてないですけども、だいたいうろ覚え雑談ってどういうことだってね、話ですけども。で、あんまり饒舌すぎると様式が腐敗すると、まあ全般的にそうですよ。そのヒップホップの歌詞とかね、皆まで言うかってね、なんかダラ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 牛のよだれみたいに説明してるやつあんじゃないですかなんかだいたいあの説明しすぎてくどいっていうことが起こるし、まあそれは作曲でも漫画でもね、同じモチーフ何回もくどいほど出してきたり、漫画でもその薄いキャラに激しい行動させて、まあ結局様式はただ引き伸ばすみたいなね、ページ数だけ長いみたいな4コマ漫画でいいじゃねえかみたいなところ、8ページ16ページ書いちゃうみたいな、ことが、まあ、起こるんじゃないのかななんていろいろ想像すると、腹八分目と完全に終わりまでいかない感じで、表現することが、まあ、芸術だということなんではないでしょうかということでした。最後まで聞いていただいてありがとうございました。以上です。